皆さんこんにちは、カノンチャンネルのせーのカノンです。はい、ということで今は私は千葉県の幕張メッセの近くにやってきております。そんな場所でですね、お任せでパスポートの写真を撮りに行く企画をします。この辺りでむちゃんこおしゃれで凄腕の美容師さんがいると聞いた、じゃじゃん、アリゲートに行って今から大変身お願いしていこうと思います。ドキドキしてます。あ、ドキドキしてます。はい、特別な席を用意してあります。あ、本当だ、はい、どうしましょうか。いやもうそこも全部お任せします。全お任せ、全お任せ。これはとんでもないぐらい起きましたけど、おで今ちょっと流行りの韓国系とか、はい、韓国アイドルとか、そういうところを狙っているんじゃないですかね。よろしくお願いします。なんか馬の毛みたいですいません、なんか、ええ、なんか髪の毛キシミマックスなんですよ。何マックス？キシミマックス。キシミマックスおしゃれな言葉ですね。なんて呼んだらいいですかね。ミジコンとかでも。ミジンコ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 はちょっと呼びづらいですよね。さすがにミジンコだから。カンちゃんいいですか。カンちゃんしましょう。お名前なんて呼んだらいいですかね。僕は森谷圭介です。森ちゃん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 。僕は丸ちゃんって呼んでて。丸森みたいな。丸森。今日もめっちゃ晴れじゃないですか。顔にぽよぽよされてると眠たくなりますね。眠たくなってきますね。こういうのって毎回洗うもんなんですか。洗った方がいいですね。毎回洗った方がいいですか。毎回洗った方がいい。やっぱり菌繁殖してっちゃうんで。そうなんですね。洗ってしっかり干してあげた方がいいですね。ボディーソープで洗うんですか。大体中性洗剤かスポンジクリーナーみたいな専用のやつがあるので、今いいこと聞きました。あ、本当ですか。私の眉毛毛虫がついてるみたいですね。ちょっと長さがちょっとありますね。例えばメイクした後に鼻かいいなと思って描いたらどうなるんですか。やっぱりそこ剥げますね。ファンデーションガリッガリってやっちゃったらチュン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 ぐらいだったらあれですけど、ガリッていくといなくなります、ファンデーション。で、2台目の感じですね。お、寂しかったですか。もう寂しかったです。あ、なんか肌がすごい。そうなんですよ。ツルツル、ピカピカ、みずみず、みずみず、みずみず。何に例えられるだろう、これプールの表面です。あ、インフィニティープール感ある。嬉しい、インフィニティープール慣れて。でも森ちゃんは、森ちゃん、森ちゃん間違えました。こっち森ちゃんです。間違えたこれ、終わり次第ちょっと飛んじゃうんで。どこに飛ぶんですか。ハワイの方に。しかも今日行くんですね。その昔、まあ、約8年前ぐらいですかね、はい、パスポート作りに写真を撮るんですけど、はい、白黒の写真にするかカラーにするかで400円違ったんですよ。嘘、白黒でもいいんすかね。あ、いいんですよ、いいんですよ。逆に、いいんですよ。知らない。400円するんだったら白黒すっかと思って白黒のパスポート出来上がったんですけど、でも今思うと400円削らなきゃいけない。いや、そうですね。いや、なかなかそこ400円。今年で10年実は切れてて、更新するのを忘れて、はい、作りに行きましたけど、マイナンバー持ってます、ね、あれでオンラインでできるんですよ。で、全部こう写真とかも自分でこうやって撮ってアップロードして、はい、だからスマホの写真がパスポートになるんですよ。そう、だからめっちゃいいじゃんとか、超楽、写真撮りに行かなくてもいいしとかって思って、最後の最後の画面で新規の人はできませんって出てきちゃって、いや、なんやねん。まあ最初に書いてあるんですけど、ちっちゃめだったんでね、それ。今スマホで撮った写真がパスポートになるなんて驚き。すごいですよね。じゃあちょっと時代が違えば、私がケチで400円とかっていう。もうだからその400円もなくなりますよね。だって本当ですね。ああ、だってスマホの画像でいけるから。びっくり。それ今の時代も白黒でもいいんですか。大丈夫だと思いますよ。見たことないですけど、逆に。おお。今回白黒にしないでください。逆に言うと。すごい、今刻一刻と涙袋爆誕。爆誕。すごい。え、すごい。目キラリン、キラリンレボリューション。懐かしい。キラリンレボリューション。森ちゃん、してます？キラリンレボリューション。あ、ちょっとわかんないです。あ、やっぱ女子。あれかと思った、誰だっけ、TM レボリューションの歌。なんとかレボリューション。レボリューション。ちょっと違うレボリューションですね。すみません。アイラインをしていきますね。はい。この後、ちょっといつものカノちゃんじゃなくてもいいんですか。全然大丈夫です。眉毛で印象めっちゃ変わりますね。変わりますよ。もう、毛虫討伐されました。毛虫僕じゃないですかね。いや、私が毛虫だったんですよ。いや、眉毛毛虫協会の中で言ったら僕だと思います。毛虫検定で言うと3級ぐらいじゃないですか。3まで行きました。私がおそらく11ぐらいです。あ、11まで行ってます。はい、毛虫レボリューション。
作りますか。作りましょう。はい、顔ってみんなこのアシンメトリーって言って、はい、左と右の顔のパーツが一緒の人ってほぼいなくて、はい、まあ一緒にするのが大事なんですよ、はい、今どっちかっていうと目が右目の方がちっちゃい、左目の方が大きい、右目の方が下、左目の方が上、でそうすると分け目じゃあどっちがいいかって言った時にバランスを一緒にする方がいいんですよ。おでこれをこっちから分けるとこっちが大きく見えるんですよ。これはいいんですけど、いいことなんですけど、そうするとこっちがすごいちっちゃく見えちゃうんですね、うん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 、なので今バランスを取るために右からにします、ね、はい、韓国っぽい感じって、うん、くびれみたいなのが大事なんですよ、うん、ここにこういう風にありながら出て、うん、ここでしまってみたいなメイクにしたいので、ちょっとここだけ切ります、ね、はい、でこれは前髪ある時にも全然使えるので大丈夫ですからね。わかりました、はい、ちょっとドキドキします。大丈夫です、ね、もうウキウキドキドキ、ウキウキドキドキ。髪の毛ってどんぐらいに1回切ったりするんですか。今は染めてるんで月に1回とかですかね。でもともとめちゃくちゃ髪も伸ばしてた時期があって、コンクリートに髪の毛つくぐらいって言ったら盛りすぎですけど、めちゃ盛りましたね盛りましたね。4年は行ってなかった時ありましたね。最近のトレンドとしてはもう内巻きじゃなくて全部外に跳ねさせるんですけど、実は髪の毛って回転して外に跳ねる時に一回ここがへこむんですよ、うんうん、でもし内巻きに入る時は一回ここが出るんですよ。バイクのカーブと一緒でバイクが右に曲がる時って一回左にちょっと行かないと右曲がれないんですけども、まあ、そういう原理で小顔効果が出るみたいな、そういう巻き方がちょっとトレンドかもしれないですね。私顔もちまるまんじゅうみたいになってて、もちまるまんじゅう、もちまるまんじゅう、韓国こういう風になってるんですね。そうするともみあげの中だけ、こいつだけ基本顔の形によって、あ、そうアドバイスいただけるんですね。やばくないですか。おお、プロの力だわ。この丸盛りペアいいですね。よく動いてるの丸盛りペア。撮影とかで一丁って感じですか。撮影とかで、まあ、僕もメイクするんですけど、はい、彼女と一緒にやったり、はい、CM の撮影とかを結構やってます。毛虫が眉毛に生やした芋がこんなの、すごい今日いろんなキーワードだけど、ミジンコとか芋とか、すごいめっちゃ長いですね。いやもう短足ですね、全部短足これでパスポートパチッと取ってきます。めちゃくちゃ決めてきたな、この人って悪いかもしれないすごい。どっかの似せるみたいなメイクしても面白いですね。そうですね、なんだろうね、大谷翔平とか例えばですけども、本当にどういうことみたいなそれやりたい。そうしたらまずユニフォームからスタートします。ユニフォーム買ってきて、ユニフォーム地味に持ってるんで持ってんの大谷翔平メイクしましょういいです、いいです。おお艶。昨日100円寿司行ったんですけど、100円寿司とは無縁なことなんです。このくびれが出てますよね。私くびれなく寸胴タイプなんですけど、髪の毛でくびれ出せて嬉しいですこんな感じですかね。これがプロのパスポートいける。うわすごい、めっちゃ変わった。え、すごい、今日の洋服とも合ってるじゃないですか。確かに、これがプロの力なんですねまた大谷翔平の時はぜひ言っていただければ大谷翔平メイクに来ますね。はい、お願いします。完全に感動しましたということで、こちらにですね、今ヘアをやっていただいたまるちゃんと逆になってるけどメイク入れたらまるちゃんと、まるちゃん、ヘア入れたらもりちゃんと、神です。ありがとうございます。過去一海外トレンドですね。あ、よかったです。そしてなんか韓国アイドル、くら寿司とか言ってなさそうですじゃあパスポート私今から撮りに行くんで、楽しみにしててください。わかりました。わかりました。ということで今からパスポート写真撮りに行くぜ。全然違う。ルーティース。ご希望の写真に緑のボタンで決定してください。写真をアップロードしています。しばらくお待ちください。アップロード時にエラーが発生したので現在サービスがある。いや
いい天気だな、いい日だな。こんないろいろされたら一気にシャワー浴びたくなくなりますね。そうですね、ちょっとね雰囲気いつもと違うように。めちゃんこ違ってビッグリンゴ。はい、じゃあちょっとドライヤーされて